久保さん、BNR34 を売った男にしましょうか。ま、BNR34 を乗りつぶせにしよう、ましょうか。BNR34 を乗りつぶせにしとこうかな。これあの、作り出せじゃないですか。乗りつぶせにしときましょう。あの、乗りつぶして24万キロぐらい乗ったんですけど、買った値より約2倍で売れました <laughs>。24万キロ走ってる車が買った時の2倍ぐらいで売れるってありえないですね <laughs>。 僕もね、さすがにびっくりしましたけどね。だから本当に、マジで僕は走っていなかったら、まあ、ぶっちゃけ走ってなかったら3000万くらい行けたかもしれないですね。<laughs> 走ってなかったら。<laughs> まあ実際、今ね、すげえ程度のいいやつは5000万とかも出てるやつありますからね。僕のはね、ありがたいことに v スペ2ってこだわってて、こだわって買ったんで。こあ、でも v スペ2はこだわってないからたまたまでしたね。なんかあの、3、4の中にも、 あのまあグレードがあってね V スペ2っていうグレードはまあまあ高い方なんですよ <laughs> 他にもね何個か上のミュルとかねそういうグレードもあったりとかまああるんですけど <laughs> いやー、ね、昔の車ね上がってますからね今ねすごいっすね、うん、だから昔はそんなに需要はなかったんだけど今の方が需要今の方が需要あるというかまあ需要と供給のバランスっすよね 熱狂的なんだけど、台数少ないみたいな、ファンがいてみたいな。うーん。やっぱどん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 昔の車っていうのは乗れなくなるので、乗れるうちに乗っといた方がいいと思いますね、憧れの車っていうのは。まあ、久保さんもね、昔憧れてた車は買いましたからね。久保さんのと僕の違いは、乗り潰してるか、乗り潰してないかっていうね。多分僕ほど、あの、キットは乗ってないと思うんで。 きっと24万キロぐらい行けます。あ、23か。僕23万何千乗ったんですけど、きっと23万キロ乗ったら相当やばそうっすね。<laughs> めちゃめちゃ修理しそうっすよね、多分。めちゃめちゃ壊れそうっすよね。<laughs> 僕もだいぶ、あの、維持費かかりましたがね、やっぱ乗れば乗るほどいろんなとこぶっ壊れるので、だから一回はあの、交差点で止まりましたからね。全くエンジンかかんなくなって。で、1ヶ月ぐらい修理出して。 そうあれビビりましたね。交差点でエンジン止まって全く動かないみたいな。もうピンともしないみたいな。<laughs> いや、交差点ですよ。ちょビビりましたよね。そう。うん。まあ何が伝えたいかっていうと、要は昔の車っていうのはもう乗れなくなりますからそのうち。だから憧れてた車はやっぱ変えるように頑張った方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ少なくとも僕は1個叶えたんで憧れてた車。しかももう10年ぐらい乗ったかな。 うん、9年、10年乗って、しかも走行距離もまあまあね、他の人が走らないぐらい、まあ1台、1台で23万キロむ乗るっていうことも人生においてあんまないと思うんですよ。ね、別に GT-R じゃなくてもですよ。1台で23万キロ乗るっていうのがあんまないと思うんですよ。だいたい10万キロで売るとかね、もしくは廃車するとか、まあそういう感じじゃないですか。2倍以上ですからね。だらタイミングベルトも交換したし、ただく、久保さんの車はセルシオは結構走ってんのかな。 セル,シオすごいセルシオも丈夫ですからね。うん。だからまあね、セルシオなんかは昔に比べて落ちてるわけじゃ逆に落ちてるので、買ってみればいいと思うんですよね。うん。まあ、じゃないと人生終わっちゃうし、僕は良かったなと思うのが、あの、なんですかね、その若い時憧れてた R に R 乗れたっていうのは、非常に僕の人生の中の一つの思い出になりましたし、 さらに言うと、その売ったっていうね、手放したっていう、その別れっていうストーリーも描けたっていうね。しかもその別れた時のその武勇伝ですよね。まさかの、そんな金額で売れんのっていう武勇伝も作れたし。まあ、なんか、あの、いい損切りだったかなと思いますけどね。<laughs> はい、いってらっしゃい。